世界三大レースとは、モナコグランプリ、インディ500、ルマン24時間レースという3つの自動車レースに対する伝統的な呼称である。今日世界三大レースに数えられるレースは、いずれもモータースポーツの歴史とほぼ等しい長い歴史と高い人気を持つ。現在ではの看板レースを担っている。これらのレースは、それぞれが大きく異なる特徴を持つ。インディ500モナコグランプリルマン24時間レース3大レースすべてを制覇した唯一のドライバー、グラハムヒル3大レースすべてを制覇したコンストラクター、マクラーレンの創設者、ブルース・マクラーレン。自身もモナコグランプリとルマン24時間レースで優勝した2019年時点の主な記録。この世界三大レースを語る上で最もよく取り上げられるのは、複数のレースを勝利したドライバーについての記録である。これが重んじられるのは、前述の通り3レースがそれぞれ異なる性質であり、ドライバーに要求される技術も変わってくるためである。ドライバーこの3レースすべてを制覇したドライバーは、グラハムヒルのみで、他、3レース中2レースを制したドライバーが7名いる。このうち、ヒルがモナコで挙げた5勝、AJ ホイトが、インディ500で挙げた4勝は、それぞれのレースで、当時の史上最多勝記録となるものであった。三大レース中の複数のレースにおいて、優勝を同年中に達成した例としては、1967年に、ホイトがインディ500とルマンの両方で優勝した例があるのみで、ある。2019年現在、この8名のドライバーのうち、現役のレースドライバーは、モントーヤとアロンソのみである。コンストラクターこの3レースすべてを制覇したコンストラクターはマクラーレンのみである。合併など存続をした組織を含めるとメルセデスである。モナコ GP 最多6勝の記録を持つ第1ドライバーアイルトン・セナ。モナコ GP の最多勝記録はアイルトン・セナが持ち、これに5勝のグラハム・ヒル、ミハイル・シューマッハ、4勝のアーラン・プロストが続き、彼らを含め、2勝以上を挙げたドライバーの数は計15名に上る。連勝記録については、セナが持つ5連勝という記録に対して続くのは、グラハム・ヒル、プロスト、ニコ・ロズベルグが持つ3連勝という記録であり、セナの記録がやや突出したものとなっている。インディ500の最多勝記録は4勝で3人が並び、3勝を挙げたドライバーも7人に及ぶ。2勝以上を挙げたドライバーは19名であり、3大レース中、最多である。連勝記録は少なく2連勝を達成した5名のみであり、3連勝以上を達成したドライバーは存在しない。ルマン24時間レースにおける最多勝記録はトム・クリステンセンが持つ9勝であり、クリステンセンが2005年に7勝目を挙げる以前は、ジャッキー・イクスが1982年までに樹立した。通算6勝が最多勝記録であった。現在ではこれに5勝のデレック・ベルが続き、4勝のドライバーは5名を数える。連勝記録としてはクリステンセンが2000年から2005年に達成した6連勝が突出したものとなっており、2番手以下は3連勝で6名が並ぶ。日本人ドライバーで世界三大レース優勝者はこれまで4名となっている。日本人ドライバーでモナコ GP を優勝したものはなく、2011年に小林カムイが記録した5位が決勝レースの最高成績となっている。また、世界三大レースの3つすべてに出走経験がある日本人ドライバーは中野慎二のみである。日本のコンストラクターとしては、これまでルマンで2メーカーが優勝している。モナコ GP においては2006年にホンダレーシング会。1チームが記録した4位が最高位である。インディ500にはコンストラクターとして参戦した例がない。エンジンサプライヤーとしては以下の通り。なお、ルマン24時間はコンストラクターでの優勝と同じ場合は割愛する。ありがとうございます。